はい、今日はですね、復縁できない理由、そして、復縁をする、まあ、復縁ができる人の共通項、そんなことをね、テーマにお話をしていこうと思います。復縁とはつまり、お付き合いをしていた人同士がお別れをする、まあ、婚姻関係にあっている人がね、離婚をして、その相手とまた結ばれること。今まで好きでいた人から別れを告げられて、そして、ね、まあ、それが悲しくて、辛い。できることならば、またあの人とね、元に戻りたい。まあ、そう思う人というのは結構少なくなくてですね、まあ、僕のところの、まあ、個別セッションなんかでもね、そういうご相談って結構いただくことが多いんです。でも実際にその復縁がうまくいくケースっていうのは、まあ実のところ、まあない。ないというか、まあなくはないんでしょうけど、ほぼないですね。まあこれね、見てる人、あなたにとっては、ちょっといきなり手痛い話かもしれませんけど、うん、ないです。なんでかっていうとね、話簡単なんです。まあ、別れというのは、まあ、お互い合意のもとね、別れる場合もあるんでしょうけど、多くの場合は、まあ、一方からね、別れを告げられて、別れる。別れを告げる方は、どういうつもりで別れを告げるかというと、ある日突然ね、思いついて、あ、そうだ、もう今この瞬間に別れようと思って、君と別れたいんだなっていうふうにね、言う方っていないんですね。何かしら理由や事情があってですね、でそれを理由や事情を自分の頭の中でしっかりと整理をして、そしてその上で、いよいよ意を決して、ね、別れる、まあ、別れるってはっきりね、別れようっていう場合もあるし、まあ、ちょっとね距離を置きたいなっていうね、曖昧な言い方する方もいるかもしれませんけど、まあ、いずれにしろね、こう別れる、まあ、その態度に出てくるわけですね。お相手としてはそれはね、頭の中で整理してるわけだから、もうね大体シミュレーションしてるんですね。いやいや、それは嫌だって言われた時にね、なんて返そうかとかね、目の前で流れたら、まあそういうふうにどうしようかなとかね、まあすぐに納得してくれるだろうななんて思わない、思っていないですよ。まあある程度想定してるんです。ある程度想定した上で別れましょうという話をする。まあ、言われた方としてはね、たまらんですよね。こちらはね、青天の霹靂ですよ。一体どういうことなのかと、何なんだと、そんないきなりね、別れるとか別れないとかね、そんな話になってる場合じゃないでしょうと、まあ思うかもしれない。でも言う方はもう整理ついてますからね、お相手が混乱してはないでしょうがね、もう別れるって決めてるから別れるっていうわけです。それは去っていきますよ。何を言ってもね、そこで引き止めても無駄なんです。そしてお相手は去る。残された方としてはちょっとね、やっぱりそのまんまじゃ納得いかないし腑に落ちないし、そして何よりもね、自分のこの好きな気持ちっていうのがどうも、まあやり場に困るというかね、行き場に困ると。まあそうするとどうなるかというと、まあ結局ね、じゃあその前の人とやり直したい、やり直せるんじゃないかっていう期待感に変わってくるんですね。しかし、考えてみれば分かる通りですね、お相手の気持ちはもう完全にあなたとは違う方向に行ってるんですね。その人にですね、やり直そうとかね、私のことをもう一回見て、見るわけないですね。このあたりの話はですね、まあお相手とご自分を置き換えて考えてみればね、分かる話だと思うんです。まああなたがね、まあ、何かいろんな事情があって、お別れをしたいな、もうこの関係終わりにしたいな、そう思ってお相手にそれを伝える時って、ね、ある程度頭の中でシミュレーションして、まあ、こういうふうに言われるだろうなとかね、ちょっといろいろごちゃごちゃするだろうなとかね、いろいろ思うじゃないですか。でも、まあ、別れるって決めたから逃げ切ろうみたいなね、そんなつもりで、お相手に言う。そしてお相手はね、案の定、まあ、ちょっとね、がっくりくるとかね、まあ、ちょっとこう暴れるとかね、するかもしれない。でも、しかし、こっちは、別れるって決めてますからね、さよなら。じゃあ、あなたが、そのさよならという人だったときにね、
お相手がいやいやちょっと待ってくれと、やっぱりねこうもう一回付き合いたいんだと、もう一回やり直したいんだと言われて、聞く耳持つかというと、まあなかなか持たないですよね。私たちは自分が向いてる心の矢印の方向と違う方向にですね引っ張られようとしても、なかなかそっちには向かないですよ。興味のない人に、ね、興味を持てと言ってもなかなか持ちようがないですよね。好きでないものを好きになれと言われてもなかなか好きになれないですよね。ただそれがただ前の彼だった、前の彼女だった、今までお付き合いしてたんだ、今まで結婚してたんだっていう、そこの話だけを根拠にしてですね、私は、ね、あなたのことが好きだから、あなたはまたこっちに戻ってきてくれるのが当たり前、戻ってきてほしい、そんなことを伝えたところでですね、お相手にしてみれば、ね、もう全然気持ちないからね、戻ってくるわけがない。何したってね、無駄なんです。だから、いつも言うように、手放すんですよね。手放すというか、まあ別の言い方をするとも完全に切れ、すっぱり切るというかね、気持ちの上では切れないかもしれない。ただ、彼が、また彼女がね、あなたのところに今の時点では絶対に戻ってこないということをしっかりと心の奥底で受け止めることですよね。だってダメだ本当に、あのね、占い師のところに行ってもね、まあいろんなねホームページとかでこう復縁できますみたいな話をね読んでもね、それは無理ですよ。だってあなたが逆の立場だった、さっきみたいにね、どうなのかっていうだけの話だからね、自分の気持ちがない相手に振り向くことなんかないから。一方でね、じゃあ復縁できてる人もいる、中にはまああなたもねご経験あるかもしれないけども、一回ダメになったお相手と元に戻る場合もあったりする。これどういうことかというと、もう完全にお互いがやっぱり手放した状態、ゼロベースでちゃんとね関係性を作り上げていくような状態ですよね。元彼だとか元彼女という関係ではなくて、一友人としてまっさらの状態から関係を作っていくことができたとき、私はね元彼女だから、まあまあちょっとねこうあなたは私のことを振り向いて当然的なね、意識があったりすると、なかなかやっぱりそれ戻ってこないですよ。そんな意識のある人にね関わりたいかって言ったらみんな関わらないでしょ。あなただって関わりたくないと思うんです、そんなのね。何様だみたいな。であるならば、完全に、まあ、フラットな状態。まあ、全然ね、こう、いわゆる恋愛感情がない状態から関係性を作っていく。じゃあ、その関係性ってどういう関係性かっていうと、やっぱりお互い人としてね、認め合えること。そして、お互い人として尊重し合えること。これは大前提ですよね。単純に好きだから会って、そう言われて会う人はいないですよ。しかもね、元彼女、元彼からね、そんな気配を出されて会おうと言われて会うか、会わないですよね。めんどくさい。またどうせそういう話をされてね、こっちも断んなきゃいけないわけだから、プレッシャーになるだけじゃないですか。そんなところにね行きたいか、行きたくないですよね。うざい、めんどくさい。それよりも、まあ、普通のお友達としてね、なんか価値ある情報がある。また、あなたのために力になれることがある。また、ね、お互い仕事だとか、まあ、プライベートの問題でね、こう、何か友人ごと、また、何かしらね、こう、課題解決の力になれる。まあ、そういったフラットな関係で、お互いが必要とし合い、そして認め合えて、人としてね、関わりを持つことが、ゼロベースでね、できていって。そしてそこから関係性が積み上げていきな、積み上がっていきながら、またそこでね、恋愛感情なり、まあ、愛情なりが生まれてくることっていうのはあるでしょう。そんな時にはね、もちろん一回離れていてフラットにはなってるとはいえ、まあその以前のね、関係もあったりするので、まあ、関係がねうまくいくことっていうのはある。まあしかもお互い一回離れてる分ね、遠くからお相手のことを評価してるっていうこともあるので、関係性はねうまくいくこともあるでしょう。ですから何もね、そういうまあインターバルなしでですね、ただ単純に復縁したいとかね、どう言えば彼が戻ってくるか、
何をすると彼女がまた戻ってくるか、それをね考えても無駄です。無駄、復縁はそれじゃ無理です。一回ねお別れが訪れてる、今は少なからず縁がない、今は関わってること自体に意味がない、お互いそこから生まれるものはない、お互い生まれるものはねそこにはないんです。だからそれは離れてしょうがない、それでいいじゃないですか。またねご縁があれば結ばれるんです。そう思って開き直って手放して、全くゼロベースから関係性を作っていく。そしてそういう状態でねいらんものを手放して、いらんものに執着するのをやめてしまうと心も体も軽くなりますからね、そんなあなたを愛してくれる人っていうのも他に現れてるかもしれない、去ったあの人よりもいい人と巡り合うかもしれない、ひょっとしたらね、去ったあの人とまた結ばれることがあるかもしれない。今目の前で去った人を追っかけてるのは無駄、その人に執着しても意味はないんです。であるならばそこはね一回忘れる、ゼロベース、復縁というのはそういうところからね、初めて、起こり得ることだし、復縁できている往々にしてねまた昔付き合ってた人とまたよりが戻ったなんていう人っていうのはね完全にやっぱり手放した時ですよね。まあ、もしくはよっぽどお互いね事情があってね離れざるを得なくて離れなきゃいけない、お互い理解し合ってね、離れなきゃいけないなんていう2人がまた結びつくことっていうのはありますけど、これは別に最初からお互い理由があってね、納得してることだから、まあ復縁というよりはちょっと距離空けたっていうだけの話なんでね、完全に別れちゃった、お前のこと好きじゃない、他の女ができた、他の男ができた、そうやって別れた関係からまた復縁というものをね、考えるのであれば一回全てを手放すこと、そこからスタートなのではないでしょうか。